はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら栃木県の佐野市に来ております。本日訪れておりますこちら佐野といえば、全国でも有名な佐野ラーメンというご当地ラーメンがございまして、今日はねそのラーメンを食べに来ております。ただいま訪れておりますのが学野屋さんという佐野ラーメンを提供しているお店さんでして、これ、ね、佐野ラーメンって教会があってね、市内でも何十軒もお店があるんですけれども、その中でも有数の有名店でございます。佐野ラーメンというのはですね、青竹というもう太い竹を使って自家製のね麺を打つ、そういった特徴のあるラーメンでして、コシがあるんだけどね、もちもちプルプルな、そんな美味しい麺がいただける最高のご当地ラーメンなんですけれども、この学野屋さんでは醤油、塩、味噌と提供していまして、本日はこの醤油、塩、この2種類を食べていこうかなと思ってます。でこちらの学野屋さんでは麺以外にも餃子の皮、こちらを自家製で作っているみたいでして、1個がねとんでもなくでかいんですよ。これもまた一つのね名物となっているみたいですので、本日はラーメン、餃子、そしてライス等々をセットにねがっつりと大食いしていこうかなと思っております。とは言っても普段に比べたらね杯数も少ないですし、デカ盛り等でもないので、一番ちょうどよく美味しくね帰れる回だと思いますので、楽しんでいきましょう。ということで本日ですね、いただきます1杯目が到着しました。1杯目にいただきますのがもちろんチャーシュー麺ということで、こんな感じでですね、チャーシューいっぱい麺が隠れてしまうぐらいなんですけれども、早速ですねこちら出来たてをいただきます。麺も特徴的なんですけど、やっぱスープですよね。すごいな、うまみ強。スープの見た目はねかなり澄んでるんですけど、こう一口入れた瞬間にこの鶏の脂のうまみであったりとか骨のうまみ、見た目から想像できないぐらいパンチ力ありますね。あうま、麺いっちゃおう。このスープが絡んだ麺絶対おいしいね。やっぱりねこの麺が特徴的ですね。普通の中華麺と全然食感が違うわ。パツッとした歯切れもあるんですけど、もちもち感もしっかりあって、で何よりねこの小麦の密度がすごいです。香りもいいな。てかこのスープが絡んでると最高にうまい。で、そろそろこの気になってたチャーシューですよね。うわこれ分かりますかね、この箸で持ってる感じ絶対柔らかいもんね。うわ、溶けてなくなっちゃった。本当に冗談抜きで歯がいらないぐらい柔らかい。ちょっとこのね、チャーシューやばいですよ。あ、大盛りにしたけどすぐなくなっちゃう。ちょっとセットで頼んでる単品もいきますか。こちらは先ほど言ってた餃子ですね。これカメラ越しで大きさが伝わるかな。レンゲとね比べると分かると思うんですけど、いや普通の餃子の 1.5 倍はありますよ。これうまそう。うわこれうまいな。ちょっとうまっ。うわスープに合う。この生地の甘みとお野菜の甘みで、お肉もしっかり感じるし、ニラの香りね優しいんですけど、やっぱりそのニラの部分でガツッとパンチが出てるというか、ちょっとこれとそのスープがねすごい相性いいですわ。
うん、うまっ。これは並んでも食べたいわ。うん、うまっ。僕ももちろん私生活でも動画でも佐野ラーメンって結構食べ歩いてまして、基本的に佐野ラーメンといえば青竹を使った手打ち、そこが特徴的なんですけれども、麺一つとっても各店全然違うんですよ。皆さんも基本的なベースの系統としては同じだと思うんですけれども、食べてみると全くの別物でして、このね、学の屋さんのラーメンも美味しいですね。こりゃご当地になるわ。うん、ちょっとチャーハンもいっちゃいましょうか。ラーメンチャーハンとか最高だなこれ。うまっ、うまっ。あ、めっちゃうまいわこのチャーハンね。結構塩分自体は薄めではあるんですけど、この具材にゴロッとチャーシューが入ったりとか、具材が豊富なんでね、塩分は薄くても旨味はしっかり強い。うわっ、うまっ。でもね、これ餃子もチャーハンも全部美味しいんですけど、あくまでラーメンが主役の味付けですわ。どちらもね、旨味は強くても塩分は優しいので、そこでこのスープの塩分でこう合わせていく感じ。うん、これちょっと皆さんぜひセットで食べてみてください。うん、ちなみにですね、平日限定ランチセットっていうのがありまして、ラーメンセット、餃子セット、もつ煮セットと、ラーメンと一品物でご飯がセットになったお得なメニューもあるので、ちょっとね、この学の屋さんに来た際には絶対このラーメンプラス何か一緒に追加注文していただいて、それのこのコンビネーションをね、味わってほしいかも。すげーうまい。いや、これちょっと止まんないわ。てかこのチャーハン結構個人的にはドストライクに好みだな。うわ、うまっ。はぁ、付け合わせのスープも最高。うん、ちょっともうなくなりそうなので、この辺りで卓上の胡椒ですね。またこういうスープには胡椒がね映えるんですよ。どうですこれ、見た目で反則じゃないですか。めっちゃうまそう。あー、合うなうまいな。このスープに、わあ、これ絶対うまいな。うまっ。うん、あ、うまい。ということで一杯目ごちそうさまでした。やっぱり佐野ラーメンといえばこの自家製麺が特徴だと思うんですけれども、いや、そこに負けないぐらいスープが美味しい。一品物のバランスもいいし、これちょっとたまんないな。近所だったらな、これ 100% 生ビール頼んでます僕ちなみに店内には佐野ラーメン加盟店と、まあこういったね張り紙もありまして、見てみるとね、とんでもない数ありますよ。これに載ってるだけで68軒。市内にはね、これだけラーメン屋さんありますので、佐野ラーメン気になるなとか好
きだよっていう方はぜひいろいろと回ってみてください。今日はラストオーダーの際に入店させていただいてまして、もうすでにね中休み中の時間に差し掛かっていますので、あまり追加はしないんですけど、これね味噌食べれないのが悔やまれるわ。絶対うまいもんな。うわーうまっそう。ということで本日の2杯目ですね。2杯目にいただきますのは塩のチャーシュー麺ということで、それ以外にもですね先ほど美味しかったので追加でまた餃子とでもつ煮がありまして、それも注文させていただきました。でご飯もの先ほどはチャーハンだったんですけれども、大ライス注文しましたので早速こちらいただきます。いや今日の撮影は適量だからあっという間なんだけどさ、いやもっと食いたいんだけどね。わ、塩うまっ、こっちもうまっ。ちょっと待てよ、この塩ものすごく好みだぞ。おいしい、すごいな。やっぱり醤油よりも鶏の甘みというかベースのうまみ甘みっていうのはかなり際立ちますね。でそこにこのごま、おいしい、麺よこれ。めっちゃうまいわ。うん、うまっ。先ほどの醤油とまた全然違う、ほんとねタンメンかのような塩の濃厚さ。不思議だな、具材の旨味というかもったりとまったりとしたこの甘みっていうのかな。これまた箸止まんないわ。米うまっ。僕今日ね撮影来るのに自宅から車で約片道2時間かかるんですよ。あのねこんだけ美味しいけどフラッとね行ける距離じゃないんですよ。佐野に近い人が羨ましい。やっぱ地元にこういう美味しいご当地ラーメンある地域って羨ましくてしょうがない。うまっ。そしたらこの辺りでこのもつ煮込みですね。このもつ煮のスープも割と白めなので合わせ味噌だとは思うんですけど、甘みが強いのかな、もしかしたら。もうねレンゲついただけでもつほわほわですよ。うん、うまっ。味噌じゃない、多分ベースは塩だ。うわうまっ。うわこれずっと食えるな。んでも塩か、本当にこの濃密な旨味は何だ。ベースが分からなくなるぐらいもう旨味がギュッて詰まってる。うまっ。
もう今日散々喋ったんで喋らなくていいですか。あとね、残った分に関しては黙ってがっつきたい。うまかった。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、この佐野ラーメン界でも大人気店楽の屋さんでね、美味しいチャーシュー麺、そして塩チャーシュー麺、それ以外にもですね、この一品物であったりとか、いろんなセットでこちらのお店を堪能させていただきました。あのね、めっちゃうまい。やっぱりこの佐野ラーメンの特徴としては、青竹で踏んだ麺だからこそできる唯一無二のコシ、こういったね、食感のうまみっていうのがメインだとは思うんですけれども、そこだけではなくて、しっかりとねスープもとんでもなくうまかったので、これね、1杯目に関しては僕はね、普段会員しないように我慢してるんですけれども、飲み干しちゃったぐらい、あのね、もうとにかく美味しいのはもちろんなんですけれども、僕自身の好みのラーメンでした。ラーメンだけではなくてですね、一品物も各専門店にも負けないぐらい完成度の高い美味しいメニューなんですけれども、でもね、やっぱりあくまでメインはラーメンと言いますか、そこに合わせた味付け、塩分濃度となってまして、一緒に食べるとまたさらにこの各メニューの美味しさ味わえると思いますので、お腹に余裕がある方ですとか、平日に関しましてはですね、セットメニューの方がお得に注文できたりもしますので、こちら楽の屋さんにご来店の際にはラーメンのみならず他一品物と一緒に楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。